こんにちは、スマイルです。よろしくお願いします。ちょっと何やってるかわからないと思うんで、コメント固定で、今日ね、フラットロックの、先日ストーリーで流したように18ミリのバインダーを買ったので、その開封というか初めての固定のところから初挑戦のライブでやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。フラットロックで18ミリの、すいませんね、今ちょっと少々お待ちください。これで、あ、できたできた。これでちょっと何やってるかわかるかなと思います。では、改めてよろしくお願いします。ちょっと突然のライブでね、予告もしてないんで、こんなお昼時なのでね、人も少ないと思うんですけれども、ちょっとたくさんいると緊張しちゃうんでね、よろしくお願いします。で、失敗しなければ、失敗っていうか事故がない限り、とんでもない動画にならない限り保存しますので、またお時間のある時にゆっくり見れるようにしたいと思っています。よろしくお願いします。まずフラットロックの、三つ折りバインダーですね。三つ折りバインダーのこの日報さんの18ミリを買ってみました。はい、まだ開けてないです。今から開けたいと思います。結構ね、このバインダー金具高いんですよ。1万いくらだったっけな、ポイントで少し安くは買えたんですけど、1万1000円超えとかなんですよね。ちょっと高価なバインダーなんですけど、ちょっとね、これも使いこなせるようにたくさん練習して、はい、マスターしていきたいと思います。で、やっぱりね、この幅が広くなるとどんどん難しくなるって言われてるんですよ。はい、で、18ミリなのでかなり幅広ですね。テープも46ミリの指定になってますので、はい、これをちょっと初挑戦でやっていきたいと思います。取り付けできるのかなっていうところからなんで、ちょっとぶつかるような気もしますけれども、斜めな感じかな。ここがこういう風にやるとここが押されちゃう感じ、透明の押さえがちょっと長めなので押されちゃう感じですね。ここ分かります？ここがね、上がっちゃう感じがしますが、でも固定のネジがここしかないので、ここに固定していきますね。よいしょ。こんな感じでしょうか。少しだから斜めな感じになるかな。こういう少し斜めな感じにしないとここがぶつかっちゃいますね。うん、で、やっぱりね、大人服を作るのにこの間トレーナーの15ミリで三つ折りしたんですけど、結構ね、やっぱね、子供服っぽくなっちゃったんですよ。なのでちょっと大人服はやっぱ18ミリ欲しいなと思って今日買ってみました。よろしくお願いします。そしたらまだ、付属のテープも作ってないんで、ちょっと隣で裁断していきますね。で、ここにね、46ミリって書いてあるので、私は、今回天竺とか薄手の生地で、スパンフライスとか40スパンフライスぐらいの薄手のバインダーだったら、ここに入るテープが薄いんで、46でも46もうちょっとオーバーしてもいいかなと思うんですけど、今回はスパンテレコ、そして、合わせる生地がこんな分厚い裏毛をやっていきたいなと思っているので、45ちょっと1ミリ若干なんていうんですか、幅狭くしてみます。通りがね、スーッとここに通るように1ミリ気持ち短めにテープを作っていきます。じゃあこちらにちょっと移動して、
ここで作っていきますね。で、テープは本当はねつながって長いのを準備すると一番いいんですけど、めんどくさいのでこれでどんどん裁断していっちゃいます。1本のテープでね、短めですけど、まず端をきれいにして、何ミリだっけ、46なので45ですね。でここに ここの肩マットに定規があるので、これで私は今回合わせてます。だいたい45で、これでこういう感じで合わせてカットしてももちろん OK です。でもちょっと今生地が逆に押さえてあるので置いてあるので、この肩マットで45測ってみます。はい、これで45が1個切れたんでしょ。で何本か切っておきます。バインダーはね練習もすごく大事なので、ちょっと付属もったいないですけど、たくさん練習して納得のいくところまで練習します。で45、これぐらいあればいいかな。4本じゃあ今用意しました。で端をカットして、でスパン、テレコは、外側が表で私使っ、そうだよね、だいたいうねが山になっているんで、このスパンテレコは外表で使ってます。なのでこの内側に開いたこっちが裏、くるっとなる方、なんていうんですかね、くるっとな反り返る方が表で、この状態でテープを通していきます。よし、じゃあフラットロックの方にカメラちょっと移動をしまして、テープ入れていきますね。でテープ入れていくときはこんな感じで、目打ちとかピンセットを使ってやっていきます。で今こんな状態で開いて、でここ斜めにしてもいいんですけど、ちょっとね入れにくかったら斜めにします。でちょっと今仮固定ですけど、よいしょ、位置とか調整これからなんで、また直しながらやっていきます。ここでね、本当は斜めに切っておくとここがスムーズに多分入ります。もったいないんでこのままいっちゃいます。よいしょ、こんな感じで入りました。よいしょ、爪の固定のネジはここにありそうですね。ここの幅、出し幅も来た時のそのままの状態で、ここ調整してないです。とりあえず試し縫いしてから調整したいと思います。で少し出して、ここでもう三つ折りな感じに、イメージとしてはねこんな感じになるので、このままグイって入れます。でちょっとここを引っ張ってあげる。そうするともっとアップにした方がいいね。ちょっとカメラ位置変えますね。これで見えるかな。なんかちょっとギラギラしちゃいますね。皆さん見えてます？こっちでこれで見えるかな、ね、今こうやってちょっと引っ張っただけで、ここが三つ折りに上手にセットなんとなくしました。でここでなんて言うんだろう、ここに針が、左針が生地がね落ちちゃってるんですよ。なのでもうちょっとここで少し
左側に 1-2mm ずらしました。これでどうかな。一回これで縫ってみますね。まだ生地入れずに縫ってみます。よいしょ。あ、すごいチカチカしちゃう。ちょっと待ってください、ごめんなさいね。 LED ライトね、すごいチカチカしちゃうんですよね。目が嫌ですよね、これじゃあね。ちょっとカーテン閉めますね。変わったかな。少しはギラギラが治ったかな。見にくいですかね。あ、治った。ちょっと下げます。すいませんね、カタカタ。よいしょ。これでどうですかね。ね、ライトがさ、なんかキラ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 光って見にくくなっちゃう時があるんですよ。だからこっちからやるとこうなっちゃうんですよね。こっちからだと止まるの不思議ですよね。ちょっと見にくいかもしれないけれど、これでいきます。これぐらいのゆらゆらはちょっとごめんなさい、許してください。よいしょ。そして私の手がここに入るので全然見えなくなっちゃいますね。じゃあ手を入れないでやってみますね。ちょっと試し縫いスタートします。ちょっとギラギラするかもしれないんですけど、あ、やっぱりギラギラしちゃうな。ちょっとね、やっぱ縫い落ちちゃうの、逃げちゃうのね。だからここに手を入れないと、サポートしてあげないとダメな感じなんですけど、サポートしなくてもいいように、ちょっともうちょっとギリギリこっちに左側に押さえを、金具をやってみて、もう一回スタート。あ、これでいいかな。ちょっと縫い進めます。あ、だいぶちょっと切って、今ね、こんな感じで生地端から 1.5 ミリぐらいのところを、最初こうだったのね。ここで縫い落ちちゃってたんですよ。少し金具を左に移動してこんな感じ。裏側は、あ、裏側がでもダメだ、これ裏側が少しここがね見えてぴったりじゃない。わかります？少しね出てるのわかります？ここがボソッとちょっと出ちゃって、もうちょっと気持ち 0.5 ミリぐらい内側に入れたいですね。なのでやっぱりちょっとだけ金具調整、本当はねここで調整もできるんですよ。爪調整でもいいんですけど、金具をちょっと移動します。そしてもう一回試し縫い。縫いダメだ。今度はなんて言うんだろう、こっちにね来すぎてるんで、押さえてないと縫い落ちちゃうね。こんな感じでいつもいろいろやるんですけど、こういう風にこっちでほら縫い落ちちゃうっていうの分かります？ちょっと手がすごいガサガサの手で見せられない、恥ずかしくて。縫い落ちちゃう。今度は金具を5ミリ右側に移動したら、ここが滑って落ちちゃうんですよね。なので内側の爪を少し内側にする。何言ってるのか分かんないですね。ここの下の方の爪があるんですよ、見えますかね。ここの下の方の爪、下の方の爪を少し右側に移動します。なので一旦ちょっとめんどくさいですけど、
どうしよう、これを外したい、糸を外します。もしここで糸外して、でここで切っちゃって、これ抜いちゃいます。ちょっともう一回やり直しね。ああはい、でこれも外します。ちょっと爪の調整やってみます。あ、でここの位置をちょっと今印をしておきたいので、マスキングテープで、よいしょ、分かりますかね、ここの位置外しちゃうんですけど、ここだったよっていう印をしておきます。ね、ここにここをぴったりだったので、これを一応しておきながら、あ、でも日本製ちょっと感想を言うと、今まで使ってたやつよりも、今まで使ってたのこれね、半額ぐらいなの、5000円ぐらいで買ったやつは、わかります、このツヤツヤが違う、滑らないんですよこっち。なのでこっちの方が全然なんかスーっていく感じがしますね。やっぱ倍するだけある。でここの金具、ここの金具で爪っていうのはここね、これブログでもこの間書いたんですけど、ここで生地がちょっとだけ本当に 1,2 ミリの調整ができるんですよね、微調整で。今みたいに金具は左側に置いときたいんだけど、下側の、三つ折りになった時の、三つ折りになった時のここの生地を少し右側に移動したい。言ってること分かりにくくてすいませんね。こういう三つ折りになって、この生地が、あの針がここに2本くるから、ここだけちょっと飛び出ちゃう、これがちょっと飛び出ちゃう、左に。で今金具を、金具ごとこっちに移動したんだけれど、左に、左に移動したんだね。そう、そしたら今度は、縫い落ちちゃったんで、爪で今度はここを、爪を少しこっちに移動してあげることで、内側にこの下の生地が内側に入るんですよ。ここの調整ができるの。三つ折りに、三つ巻きにしてるんだけど、この下のだけ、この下の爪で調整ができるんです。なのでここを今から本当にちょっと調整します。でもね、こんな調整しててもね、うまくいかないこともあるんですよ。でも挑戦はしないといけないんで、ここが微妙な感じ、本当にちょっとしか、ここ見えますかね、本当にちょっとしか移動ができないようになってて、これを移動するんですけど、よいしょ、ちょっとごめんなさい、カメラの前に持っていくと力が入らないんで、こうね、ちょっと回して、少し、あー、これぐらいかな、これぐらいかな、本当にちょっとのことなんで、これでいいかどうかっていうのも微妙なんですけどね、うん、少し変わったかな、ちょっとこれでやってみますね。あ、でもここのパーツもすごいしっかりしてる、日報さんの。こっちのはね、なんて言うんだろう、ちょっと不安定だった。これはこっちの5000円ぐらいのやつ、やっぱ1万円のやつはしっかりしたパーツだな。でもね、5000円のこの安かった方も全然使えてるから、買い直したいとまでは思わないんですよ。ここの位置に合わせてもう一回ネジを入れますね。
もったいないけど次のリブ使います。できればねここを押さえたくないんですよ。すごいわがままなんですけど、ここを押さえずにもう自然にいける位置を見つけたい。ちょっと斜めにしてみた。本当はねバインダーでトレーナーとかね作るのもねそれが自体がおかしいのかもしれないんですけど、ちょっと何でもやってみたいんでね、とりあえず本当はね長ロンティーとかにバインダーってよく使っているものなので、あの普通はトレーナーはねバインダーした仕上げとかしないと思うんですけど、もうねバインダーでね仕上げたネックが好きすぎて、なんだろう、立たないしね、ネックのあの普通のロックでやると立っちゃうじゃないですか。上手にやるコツとかもあると思うんですけど、やっぱり立ちやすいのでこのフラットロックで襟元を仕上げるとすごい収まりが良くて、私はもうバインダーの虜になってますね。はい、じゃあセットが終わりました。これもうちょっとでも皆さんに見やすくしたい。でもチカチカになっちゃう。どうしたらいいんだろう。上からか。ちょっとカメラ位置変えてみますね。よいしょ。少し一回高くして。よいしょ。そしてこう。真上から、あーでもチカチカになっちゃうね。これちょっとは課題ですよね。このチカチカにならないで写したい。すごいチカチカだ。さっきよりひどくなっちゃったかな。うん、見にくいですよねチカチカするとね。どうしたらいいんだろう。これね LED ライトなんですよ、このフラットロックで。異邦人はね古いやつだから LED じゃないんでチカチカしないんですけど、フラットロックねすごいチカチカしちゃうね。見にくくてほんとごめんなさい。でもこれ以上調整できないかも。はい、じゃあこれでごめんなさい、このぐらいで許してください。はい、じゃあ練習行ってみますね。どうかな。あ、いい感じかも。でも今押さえてるんで逃げないように、押さえてるのでいい感じなのかもしれない。でもとりあえずはこれで成功。わかりますかね、これ成功ね。ちょっと親指のカサカサがひどすぎて手見せられないんで、で表からだとこんな感じ。よいしょ。でさっきのと比べると何が違うかっていうと、さっきのはこれ爪を移動させたことで右がさっきの右下側がさっきので、今やったのが上ですね。左側、携帯横にされている場合は左側が今ので、爪調整前がこれ、ちょっとあの内側が右に行きすぎて飛び出しちゃってるんですよね。でこっちの方がしっくりと綺麗に収まってます。こんな感じで、18ミリはもしかしたらっていうか好みだと思うんですけど、今3本の針があるうちの
右2つを使ってるんですけど、この広く使ってもいいのかもしれない。真ん中を針を開けて、真ん中の針を開けてここのところにミシンしてもいいのかもしれない。はい、じゃあとりあえず練習なんですけど、この裏毛を入れて縫ってみたいと思います。はい、ちょっとね厚みがすごい出るんで、ちょっと成功するか不安ですけど。あ、いけそう。ちょっと続いて練習布いってみます。あーでも外れちゃうな。あーどうしよう、っていうかな。はい、では気を取り直して続きからいきますね。ちょっと今、裏毛を入れたところです。手をやっぱり添えないとこんな感じで縫い落ちますね。あ、聞こえてませんか。ありがとうございます電話をつなげたままライブしてたのかなってちょっと心配になっちゃいましたすいません。また来てくださってありがとうございます。今ね裏毛を入れて縫い始めてみたんですけれども、やっぱりここ右側押さえないとちょっと外れてしまいますね。はい、で裏側を見るとやっぱり外れて、ちょっとこのリブ自体が動くので、少しやっぱりほんの少し裏毛側に糸が来てるかなっていう感じがします。ちょっとじゃあサポートをしながらもう一回縫い元練習布でやってみたいと思います。ちょっとねこう指でやっぱり押さえて押してあげるのがいいですね。はい、こんな、あ、くるっとなっちゃった。こんな感じですね。まあまあいいかな。で、ここもちょっと押さえることで、ここもぴったりぴったりできましたね。裏毛もいけますね。すごい。多分これ日報さんじゃないやと無理かもしれない。滑りがねやっぱ厚みがこれあるので、滑りが良くないと多分縫い進められないと思うんですよ、フラットロックでも。うん、18ミリはやっぱり厚みがあるんで、ああいいですねこれ。ちょっとこのライブ終了してから今ね、このトップ目デニムニット裏毛、新発売の生地なんですけど、これでちょっとトレーナーを今作ろうかなと思って、首ネック部分だけバインダー仕上げにしたいなと思っているんですよ。なのでちょっとこれ楽しみですね。いい感じにできそうなんで、あとは段差のところね、肩の縫い合わせのところだけクリアできればいい感じに仕上がるかなと思います。せっかくなんでもう一回だけサンプルじゃないや、試し縫いしますね。ちょっとテープがもうちょっとあるんで、こっちはやっぱ押さえの手が必要です。こんな感じですね。
裏側もすごいぴったり決まっていい感じで、やっぱり爪の調整してよかったです。これはすごく綺麗に、で厚みがあるんでやっぱちょっとこのキュッてなる感じなんですけど、これ多分ネック周りだったらキュッてなった方がしっくり、この分かります、このネックがラウンドしてるんで、きっとこれぐらいのキュッてなる感じが私は好きなので、このあのなんて言うんだろう、テンションでいいかな、茶道もこんな感じでいいかなとは思ってますね。はい、すいません、今日はちょっとね、あの途中で電話がかかってきてしまったんで、ライブに2つに分かれてしまったんですけれども、あの取り付けのところから見たいっていう方とかね、たくさんあのメッセージをいただいてたので、あの本当にちょっと無駄なところが多いライブになったと思うんですけれども、あの初挑戦の18ミリバインダーはい、なんとなくできるかなっていう印象です。はい、これでたくさん縫ってね、頑張って使い倒していきたいと思います。ぜひね、フラットロック持っている方、三つ折りバインダー挑戦したい方も、もしくは挑戦している方も、ぜひぜひ一緒に上達していきましょう。今日はね、お昼前のこの忙しい時間にお付き合いいただきありがとうございました。ね、今後はちょっとこんなライブ中に電話なんでトラブルのないように家族にちゃんと伝えてから始めたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ今日の動画は以上です。ありがとうございました。一応保存しますので、ちょっと事故ありましたけれども、楽しみに待っててくださってる方たくさんいたのでね、見苦しいところはちょっと飛ばしていただいて、重要なとこだけね、何回も見ていて、初めての方に参考になればななんて思っています。ありがとうございました。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。また何か質問あったら DM いただければお返事できますので、よろしくお願いします。さようなら。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。